どうも、ワッキーです。でまずは静岡に滞在しているんですが、静岡といえばやっぱこう抹茶、お茶じゃないですか。昨日パフェ食べたんですが、ここのねお店もうかなり行列店ということで、こちらです。抹茶ジェラートがまあ有名らしいんですが、いろんな濃さのねレベルがあるらしくて、このナンバーセブンの抹茶がなんと世界で一番濃い抹茶のジェラートがあるということで、で濃さは7段階あるそうですね。世界で一番濃い静岡抹茶ジェラートということでね、これが静岡では大人気みたいです。そしてですね、もう今もうこれだけ並んでますからね、もうかなりの大行列ということで、でも今日は東京帰ってしまうんで、もう最後にですね、静岡のこのね抹茶のジェラートを食べていきたいと思います。さあ今並んでるんですけれども、回転率は結構早いですね。まあ並べば多分5分ぐらいで買えるかなと思います。そろそろジェラートのねショーケースの前に行くんですけど、マンゴー、ほうじ茶、あとはハイボールジェラートで、抹茶レモンとかありますね。で下が抹茶のジェラートの濃さのナンバーワンからナンバーセブンまであると、だん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 濃さが上がってきます。ナンバーセブンの一番濃い抹茶です。そしてここが金額なんですが、でナンバーセブンの一番濃い抹茶のジェラートは値段が上がってしまうんですが、まあ普通に僕はカップシングルにしたいと思います。静岡の、まあ、抹茶もいろいろあります。抹茶ジェラート一番濃いナンバーセブンの、抹茶ジェラートですね。まあ世界で一番濃いみたいなんで、でね、これどんだけ濃いのかっていうね、もう今こんな感じ。もうね、緑は緑なんですけど、なんだろうこれ、相当濃いですよこの緑。これもう白い服とかにつけちゃったらもう落ちないんじゃないかっていう、それぐらいかなり濃い緑になってます。うわ濃い、これめちゃくちゃ濃いですね。こんな濃厚な抹茶のジェラートはちょっと人生初めてですね。美味しい。結局ね、並んだ時間はまあ6、7分ぐらいですかね、並びましたけれど、まあ今日日曜日ということもあって、で時間も今相当3時なんでね、めちゃくちゃ混んでるんですけれども、やっぱりこう女の子のお客さん、あとカップルとかが多かったですね。でもこれは東京にはねないお店だと思うんで、ここでしか食べれないと思うんでね。美味しい。でね、さっきね、多分2の方だと思うんですけど、抹茶の濃さのねナンバー2とナンバー6をね頼んでる人がいたんですよ。初めて行って2と6を選ぶっていうのはね、なかなかないと思うんですけどね、ちょっとねそういう方がいらっしゃいました。いやこれはもうね、ほんとねすごいです。うん、すごい濃い。ちょっと今聞いたら、なんとこの抹茶一番濃いナンバー7のね、これね、なんとね500円分の抹茶が入ってるそうですよ。結構原価が高い抹茶のねジェラートと、いやこれかなりね贅沢ですよ。それではですね、静岡駅から徒歩5分ぐらいでしょうか、近くに来たら食べてみてはいかがでしょうか。抹茶の美味しいジェラートがたくさんありますんで、以上ワッキーでした。それでは東京に帰ります。